静岡県掛川市にあるこの山、今は本当普通の山ですが、武田信玄や徳川家康がこの城を巡って戦い、あの織田信長も注目していた戦国で超有名な高天神城の跡です。高天神城のすごいところは守りの固さ。小笠山東端の峰を利用して作られ、守る方は見晴らし最高、攻める方は急斜面を登らなければならないという厄介な山城です。この城の城主は小笠原氏。今川家が滅亡後、徳川家康味方し武田軍と戦います。戦国最強と言われた武田信玄が2万5000人の兵でこの城を攻めましたが、諦めて撤退したことで高天神城はすごいわと有名になりました。信玄の後を継いだ武田勝頼は再び高天神城を攻めます。この城の守りはほぼ完璧なのですが、強いて言えば城の西側の斜面が緩く、そこから攻めるときつい坂を登らなくて済むのでやや楽ということで、武田軍は高天神城の西半分を占領します。城を守る小笠原氏は徳川家康に援軍を求めます。家康はさらに織田信長に援軍を求めますが、信長はなかなか援軍を出しません。高天神城の城兵たちは約60日間戦いましたが、家康からの援軍は来ず、諦めて降伏します。勝頼は城主である小笠原氏をはじめ城内にいた兵を全て許し解放するという超好待遇を行います。高天神城の将兵の中にはこのまま武田軍についた者も多かったようです。そしてこの城に元今川家臣岡部元信を入れ徳川に備えます。ということで高天神城は武田の遠江拠点となりました。父信玄も落とせなかった高天神城を攻め落とした勝頼は喜びます。偉大な父を持つ勝頼は何かと信玄と比較され嫌な思いをしてきましたが、この戦いで信玄以上の功績を挙げ自信をつけます。武田家の様子を綴った紅葉軍艦では勝頼が有頂天になった、この後家臣の言うことを聞かなくなったとあるようですが、似たようなことはあったかもしれません。この第一次高天神城の戦いで勝頼の名声は上昇し、援軍を送ることができなかった家康は味方を助けられない嫌なやつだと言われてしまいます。戦に負けると散々な目に遭うんですね。高天神を制する者は遠州を制す。勝頼にとってこの城は単なる拠点でなく、その名声を高めた大切な城。勝頼は高天神城を整備させ、特に守りの弱い西側に堀などを作ったようです。ところがその約1年後、勝頼率いる武田軍は三河長篠にて織田徳川連合軍と戦い、重臣の多くが討ち死にするような大敗北を喫します。ここから再び徳川勢が遠州にちょくちょく手を出すようになります。高天神城から東、武田本国との間にある諏訪原城が徳川軍によって落とされ、今川氏真が城主となります。氏真は高天神城主岡部元信の元主君。岡部にとってやりにくい相手が配属されました。その後家康は高天神城攻略の拠点として横須賀城を築城し、さらに高天神六砦と呼ばれる包囲網を築き、高天神城を孤立させる作戦を取ります。武田軍にとって高天神城は遠江の重要拠点であり、勝頼にとって父を超える名声を得た大切な城。もし徳川軍に奪われれば遠江の領地はなくなり、勝頼の権威も失墜してしまいます。勝頼は苦しい中でも軍を出し徳川軍の作戦を妨害しますが、高天神城までの距離、補給路は長く、徳川軍の作戦を阻止することができません。武田軍にとって高天神城は必死に守らなければならないにもかかわらず、それが困難な痛い城になっていきます。準備を整えた徳川軍は高天神城の周りに石垣を作り城を包囲します。高天神城では城主岡部元信から小物に至るまで連名して援軍要請を行い、勝頼の援軍を待つ作戦を取りますが、城内は食料などが不足し餓死する兵も出るようになりました。この状況になっても勝頼は援軍を出すことができません。この頃勝頼は越後の
上杉勘勝の味方をしたことで相模の北条氏政と敵対し、織田徳川だけでなく東からの侵攻にも備えなければならなかったことが原因です。また勝頼は劣勢になったことで織田信長との和睦の糸口を探っていたようです。高天神城に援軍を出せばもしかすると織田軍と戦ってしまうかもしれませんね。高天神城には武田の援軍は現れず、落城は確実となりました。城内の将の中にはこの城を救っても武田のためにならないと考え、兵力温存のため援軍は不要と勝頼に書状を送った者もいたようです。高天神城城主岡部元信はついに残った兵を集め徳川軍に突撃をかけます。そして討ち死にしてしまいます。この第二次高天神城の戦いで城は徳川軍に包囲されたまま落城し、武田の遠江支配はなくなり、援軍を送れなかった勝頼は当てにならないと一気に味方からの支持を失ってしまうこととなります。この戦いで信長は家康に高天神城の城兵を許すなという書簡を送っています。許すなということは、城主岡部元信が降伏しますと言っても受け入れるなということですよね。高天神城の兵たちが餓死するまで籠城し、最後に突撃しなければならなかったのは早期に降伏を申し出ても許されなかったからかもしれません。城側が圧倒的不利な状況を作り出し、それを許さず長期戦にさせ、援軍を送れない勝頼のことを世に知らしめるという信長の作戦だったかもしれないなんて考えると怖いですよね。こう考えると家康も勝頼も高天神城をめぐる戦いで信長にやられているんです。高天神城はこの戦いの後廃城となり、その歴史を閉じます。現在高天神城は国の史跡に指定され、見学することができます。海抜132メートルのそんなに大きくない城ですが、急斜面プラス車の配置が絶妙で守りの堅い城となっています。山の南北にトイレ付きの駐車場があって、南側が大手です。南側は10台ぐらいしか止められない感じですが、北側は100台以上止めれそうな大きな駐車場となっています。城の上に高天神社があり、その参道となっているので北側からのアクセスが良さそうです。幅の広い石段になっていますが結構登るので覚悟してください。途中三日月井戸があります。金魚がいますよね。金魚がいるということはこんな山の上でも常に水があるということでしょうか。崖の中から水が染み出ているようで、確かに苔が生えたり水が滲んで濡れていて、少しずつこの池に溜まっているように見えます。石段を登り切ると平坦な場所に出ます。高天神城がある山はここを境に東と西に峰がそびえ、それぞれに城が作られています。なのでちょっと見学が面倒くさいかもしれません。ということで城好きの私はまず西の城に行ってみます。西の城で一番高い場所は神社のある西の丸で、とんでもない階段を登らなければなりません。
頂上に行くとさすがに見晴らしがいいですね。さらに奥に行くと一旦坂を降りてまた登るようになっています。これは掘り切りでわざとこうやって掘って通りにくくしている城の防衛施設の跡です。山の上の城を攻めるには尾根伝いに進むのが楽なのでそれができないように削ってあるんですね。その先が城内の一番西で遠州灘まで見渡すことができます。さらに先には抜け道があったようですが今回行くのはやめます。戻って西の城をもう少し見てみます。この辺りは二の丸でここから先にも尾根に沿って曲輪が作られています。高天神城で戦国らしさナンバーワンがこの辺りで先ほど見たのと同じ堀切りや土塁さらに横堀の跡が確認できます。この横堀は武田氏の築城によく見られるもので勝頼が占領した時作らせたものにほぼ間違いないと言われています。高天神城の弱点は西側、勝頼もこの城を攻略した時にまず西の城を占領しました。次の戦いに備えて敵が攻めてきやすい西の城を中心に防御力アップを図ったのでしょう。次は東の城を見てみます。東の城には城の中心本丸があります。城の正門である大手から山を登ってくると東の城に出てくるのでメインはこちらなんだと思います。城主岡部元信もここで指揮を執っていたのでしょうか。東の城は西の城と比べ堀切り土塁とかいう戦いの感じは少なく、どちらかというと居住メインのような割り当てだったのかもしれません。一番端には昭和20年頃に天守が建てられていたそうです。これは地元の方々によって建てられた模擬天守で二重だったようですが落雷で焼けてしまいました。
コンクリートの天守台のようなものが残っています。下の平地から見上げるとこの辺りが一番天守映えする位置ということでしょうか。東側に見える丘は家康が高天神城攻めのため作った砦があった場所です。あの辺りを拠点にぐるっと囲まれてしまったんですね。